の TV。 カモン TV へようこそ。キムピオです。今日は長紋についてお話ししながら鎧アゲハ長紋を書いていきたいと思います。蝶の文様は奈良時代から現れ、平安時代には衣服や調度品などにも盛んに用いられました。正倉院裂にも見られる文様です。優雅な衣装で女性に人気の文様でしたが、脱皮をして美しい蝶として舞い上がるという縁起の良さから武家にも好まれました。平の清盛流の平氏一族は好んでこの文様を多用したため、蝶の文様といえば平氏と言われるほどになりました。家紋としても取り入れ、平安末期には平氏一族の家紋として自他ともに認めるものになっていきます。その後、壇の浦の戦いで源義経によって武家の平氏一族が滅ぼされ、源氏の世となりますが、次いで平氏流の北条氏が政権を握り返します。しかし、これを源氏流の足利尊氏が奪い返します。そして次に天下統一を目論んでいた織田信長が、この源平皇太子孫に沿って出自を偽装し、血筋を平氏につなげ、源氏流足利氏を滅ぼします。これを具体的に示すために、それまでは木工門や永楽通宝門を用いていた織田信長は、平氏の門として認知されていた揚羽長門を織田家の家紋にして、次は平氏流の織田の時代だと世に示したのです。さて、ここで言う揚羽長とは、現代のあの羽の綺麗な揚羽長のことではなく、止まった時に羽を上げて休む長を指していたということです。家紋として非常に人気の高い長門は100にも及ぶ様々な種類のデザインが作られました。最後までご視聴ありがとうございました。よければグッドボタンとチャンネル登録をお願いいたします。